それでは定刻になりましたので、大学支援機構の記者会見を始めさせていただきます。本日は悪天候の中、ご参加いただきました。本当にありがとうございます。今日は主な発表案件は3点ございます。まず第1点なんですけれども、ここの画面にちょっと出ておりますけれども、大学支援機構でですね、大学の研究者の方の研究費を支援する、新しいプログラム、研究者紹介というのを作ることになりました。その、ご報告が1点でございます。で、大学支援機構のですね、サイトの中で、を作るの、クラウドファンディングのことが、トップに出ておるんですけれども、その下にですね、テーマを決めまして、そのテーマで、ピックアップした、ページというのをこれから作らせていただくことになりました。で、各テーマに該当していらっしゃる研究者の方の紹介ページにつながっておりまして、研究者の方の、研究活動を紹介する動画などを、これから9月1日からアップをして発信をしていく予定にしております。で、まず第1弾で選びましたテーマが、実は、子どもアスリートの健康を科学するというテーマで、研究者の方を選ばせていただきました。先日の、オリンピックを見てても、スポーツの魅力、それからスポーツが、我々に元気を与える力というのを、非常に実感させられたわけですけれども、徳島大学のいろんな研究者の皆さんの中でも、子どもさんとかアスリートの、スポーツを通じた健康を、支援する研究をしていらっしゃる研究者の方がいらっしゃいます。今日はその3人の先生方に来ていただいておりますけれども、その3人の先生方をですね、ピックアップさせていただきまして、こういった感じで、9月1日からアップを予定しておりますけれども、それぞれの研究者の方の、紹介動画を掲載をして、そして共通のテーマである子どもアスリートの健康を科学すると、そういった、ことに関連する研究をしていらっしゃるそれぞれの研究者の皆さん方を、支援していただく、そういう、個人、法人の方をこれから募っていきたいというふうに思っております。具体的に、研究者の方の支援メニュー、こういった感じで、出していこうと思っておりますけれども、毎年、定期的に支援していただくケースもあれば、スポットで支援していただくケースもあると、いずれにしても個人やあるいは、できるだけ法人の方にですね、こういったテーマでくくられた先生方を、応援していただくような、そういう取り組みを大学支援機構としてもやっていきたいというふうに思っております。で、これ継続的な支援をお願いしていこうとは思っておりますけれども、せっかくなんで、ある程度金額の目標を決めて、できるだけ早くその3人の先生それぞれの方々の支援の合計額がまずは500万円になることを目指して、支援機構としてもいろいろ情報を発信していければというふうに思っております。で、今日はこの3人の先生においでいただきましたので、それぞれの先生から、研究の内容について、ご報告をいただければというふうに思っております。まず1番目は、スポーツ医学を進化させるということで、本当に著名なアスリートの方もいっぱい、診察、手術していらっしゃいますけれども、徳島大学医学部の、まず西良浩一教授から、研究内容についてご説明をいただこうと思っています。じゃあ先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。徳島大学の西良です。僕はスポーツ医学の話を少しさせていただきたいと思いますけれども、徳島大学整形外科はちょうど4人目の教授になるんですけれども、3代目の2つ2代前に三方孝明名誉教授がですね、1970年代後半、1980年代から着目した学問なんですね。というのは1970年代から多分巨人の人とかアタックナンバーワンで、もう子供たちがすごくスポーツすると、
ということで障害まで出だしたんですね。特に野球肘とか野球部だったとか、まあ、すごい問題になってきたという時にですね、まあ、徳島県も例外になって子供たちいっぱいやってますよね、まあ、それで、まあ、制限をやろうということでまず立ち上がったのが吉野川グラウンドで子供たちが試合してる時に出向いていってで肩とか肘をチェックすると、まあ、投球障害ですね。そしてサッカー選手ですね。サッカー選手もいらっしゃってますから、まあ、サッカー選手、まあ、サッカーの方には足、かかと、膝、腰、まあ、そういった障害を痛くなって病院に来たら結構手遅れなことがある。だからもう痛くない始める頃に見つけてあげてやると肘がこう、まあ、顔につかないぐらいですね。重症化、まあ、そんな重症になる前に見つけてあげてっていうそういった子供たちの体を守るということから始まった学問です。それが最初の礎を築いた時期なんですけども、まあ、その後、まあ、21世紀になって、まあ、だんだん手術していくと、まあ、手術してフィールドにアスリートを戻すと、まあ、そういう時代が来ました。僕は非常に今でも覚えているのはですね、昭和63年巨人の吉村が札幌マリーンズ球場で激突して膝が脱臼して靭帯切れて腓骨神経まで切れて、まあ、足がなじまったと。それで僕は医者の1年だったんですけども、誰が治すのかと思うとアメリカに行ったんですよ。でジョーバ博士って有名なカリフォルニアの先生に行って、で僕はもう上司に、なんで日本で治せるんですかと、トップアスリートみんなジョーバ博士に言うんですよ。それは悔しくて、日本でもっともっとこうトップアスリートは日本で治療できる、そんな時代にならなくていけないなというのが僕の1年生の時の誓いだったんですね。まあ、それからずっと時代も経って、まあ、今僕は腰痛専門でありましたけれども、最初肘とかね、肩専門だったんですけども、途中から腰の専門なんで、まあ、それで新しい小さい内視鏡を進化させて、アスリートに内視鏡で治していくと、もうそういった技術をどん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 進化させていきました。まあ、おかげでですね、日本中からトップアスリートが徳島に来るようになりまして、今回も僕が治した6名の選手がオリンピック出ました、実際、フィールドで。まあ、その時から目立ったんですけども、まあ、それぐらいですね、腰にメス入れた人がメダリストになれると、まあ、そういうぐらい技術が革新しているんですね。とも言うと、なんかこう、すべて終わったかと思うけども、実はそうじゃなくて、まだまだこの未開発な、僕でも直しきれないところがありますから、まあ、そこをですね、もっともっとすべてのスポーツ障害、まあ、僕は腰ですけど、肘とか肩とか膝とか、まあ、これうちのもう一人、松浦教授が中心になっているんですけども、まあ、すべての子どもからトップアスリートの、まあ、早期発見、それ治療すべてを含めて、フィールドに戻れると、そういった研究をますます続けていきたいなと思っています。まあ、十分今もたくさん徳島に来てくれてますが、ますますですね、もう日本中からもう治らないと、もう引退を諦めている選手たちが訪れると、まあ、そこまで目指していきたいと思ってますので、ご意見立ち上げました。どうぞご協力のほどよろしくお願いします。西条先生のところは日本国中から診察とか手術以外でもあって、一件だけまだ来てないところありましたっけ？群馬県以外の、他の県が、もうぜひ見てもらいたいという依頼が殺到している西条先生でございます。それでは次は、機能性食品を活用した、それで体を整えるという、まあ、そういう研究をしていらっしゃいます、生物資源産業学部の向井理恵准教授です。よろしくお願いします。はじめまして、徳島大学の向井と申します。私は機能性食品というのを研究のテーマにしてきました。例えば野菜ですとか果物に含まれるポリフェノールというような成分に着目をしています。ポリフェノールというのは最近では体にいい効果があるというようなことで機能性食品の原料として用いられたりとかでご存知の方もいらっしゃるかなというふうに思います。ただ日本人の食事の調査などをした報告とかを見てみますと、実はポリフェノールの摂取の大きなソースというのはお茶関係ですね。緑茶ですとか紅茶、コーヒー関係などがすごく多くポリフェノールが含まれていて、私たちが普段摂っているということになっています。またもちろん普段の食事に出てくるお野菜のおかずだったり果物にももちろん豊富に含まれています。ですのでポリフェノールの研究っていうのは何か特別な時にサプリメントのようなものとして食べるという以外にも普段の
食事の生活を、まあ、質を上げるというようなことにもお役立つ研究かなと思って取り組んでいます。で、あの機能性食品って聞くと、まあ、怪しいものかなって思われるようなこともきっとあって、薬のようには効果がはっきり出るようなものばかりではないので、じゃあどこまでが本当に役に立って、どこからは役に立たないのかとか、どういう状況の時には役に立つのかとか、そういうことをあの、まあ、分かりやすくあの消費者の方に伝えられるようなデータを取っていきたいなというのが私 の, あの目標とするところです。で、あの私がそのこれまで発見したポリフェノールの効果の一つとしては、筋肉の量を維持する、そういうことに役に立つということを発見してきました。あの筋肉は使わないと痩せて衰えていくという潰瘍性の筋縮などがあるんですけれども、まあ、そういったものをポリフェノールで予防できたりとか、あの萎縮してしまった筋肉をあの元に戻す、回復させるときにポリフェノールを食べているとその回復の量が少し多くなるというようなデータを蓄積しているところです。で、まあ、こういったものは例えばアスリートの方の食事の工夫だったりとか、子どもさんの成長にゆくゆくはつながっていくような成果になるんじゃないかなというふうに思っています。で、ただですね、あのまだあのこういったポリフェノールが筋肉にどうなるかっていう研究自体は10年ぐらい前からあの開始されたものですので、あまりさまざまな角度から検討されていません。ですので普段の生活習慣ですとか、普段の食事の取り方とかでよりあの効果が出るような状況と、そうじゃない状況とかはあの今後見ていくことが必要かなと思っています。で、もう一つ私が最近あの気になって準備している研究としては、あの次世代に及ぼすあの影響っていうのをちょっと考えていきたいなと思っています。あの栄養とか食品の世界では、あの母親側がどういった栄養習慣であるかっていうことで子供にどういった影響が出てくるかっていうようなあのことはもちろんあの長く研究されているテーマなんですけれども、機能性食品の成分が果たしてじゃあ次世代にどういった影響を及ぼすのかっていうことはあまりまだあの情報が集まっていません。ただ最近ではそのポリフェノールの摂取の量が多いと子どもが将来その糖尿病になるリスクが減るというような、まあ、動物実験の結果なんですけれども、そういった知見も少しずつ出てくるようになってきました。つまりお母さんがポリフェノールをどういうふうに食べてきたのかということが子どもの健康を左右する可能性があるということです。で、この研究は実際にやろうと思うと長い時間がかかることだったりとか、まあ、なかなかはっきり成果が出るかどうかわからないというようなところは実際あるんですけれども、でもあの人々の健康を支えるあの重要な情報になるだろうというふうに思ってますので、コツコツ頑張っていきたいなと思っています。もしあのご興味とかご関心があれば、あのご支援をご検討いただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではあのスポーツ心理学を研究していらっしゃいます総合科学部の中塚健太郎准教授、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、中塚健太郎です。私は普段総合科学部というところで、心身健康コースの中でスポーツ心理学を専門に、研究教育を、行っています。で、私の専門的にやっているものは、心のいわゆる可視化と言ってるんですが、いわゆる見える状態にするということに、興味を持って取り組んでいます。で、皆さんはあのスポーツ選手だけじゃなくて、子どもから大人まで何か運動した時にですね、その運動の心理的な効果が見えるようになると、もう少しこうやる気が出たり、ね、継続的に取り組めたりということにつながるんじゃないかなと思うんですが、そういったものがなかなか心は見えないものですから、見えるようにするためにどういったものが必要かというのを心理尺度の開発から、それを最近だとあのコロナ禍ですのでオンラインで、アクセスしてそういう状態をあの見えるようにするというシステムを作るということをやっています。で、運動はですね、実はあの先生方並んでらっしゃるんですけれども、あのよく健康づくりの3要素とかって言って昔から古くからあの言われてますが、ちょっと異質なものになってます。運動、休養、栄養とかって言われてますけれども、休養は睡眠、栄養は食事と考えると、毎日継続的にできるものという、そういう観点でものを見ますと、食事毎日とってます、睡眠毎日とってます、運動皆さん毎日してますかと聞くと、ちょっと手が上がらなくなってくるという、そういう異質なものであります。だからこそ続かないからこそ専門家のサポートや、そういう多面的なサポートが必要になってくる領域でもあると考えています。
で特に、今回は子どもから、まあ、アスリートまでということなんですけど、特に子どもが、大変です。運動指導するときには特に注意が必要になってまして、徳島県でも教育委員会が過去の報告書で出しているんですけれども、小学校5年生対象に男女ともに運動が嫌いになった理由第1位何ですかって聞いてるんですが、皆さん分かりますか？理由第1位は小学校に入学する前から嫌いだったという理由です。これかなりショッキングでした。で、そういったものを見ると幼少期からの運動体験がどのように、子どもたちに影響を与えているのかというのが皆さんにも分かっていただけるんじゃないかなと思います。でこういった、まあ、現場の先生たち非常に苦労しながらいろいろ創意工夫されているんですけれども、運動については特にそれを評価するというのが非常に難しいというのが、私の今持っている感覚です。でそれを評価するための一つの指標を、我々の研究室では今ちょっと筑波大学とそれから、まあ、企業とも連携して、共同研究という形で、総合科学部でも一緒に取り組まさせてもらっている資料があって、それは実は昨年、5月でしたかね、徳島新聞さんでも取り上げていただいてます。心のダイアグラムという、キーワードで取り上げていただいたと思います。で、そういったものをできればこう広く普及していきたいというようなこともあって、研究で培ったものをぜひ現場でも使っていただきたいというようなことを、今のところは考えています。幼稚園でも他県ですけれども、すでに幼稚園でもこういった取り組みをして、その効果とか評価の仕方っていうのを検討していることを進めています。であとは大人のアスリートの方も、まあ、結構大変なんですけれども、今ちょうど私もこう皆さんの前で話してますが、実力発揮って言ったときに、まあ、一番出てくるのは上がりですね。過緊張で緊張してちょっとうまくしゃべれないなんていうこともあるんですが、そういったところが多いのは多いんですけれども、それ以外に今回のオリンピックでも非常にニュースで取り上げられましたが、アスリートのメンタルヘルスの問題も出てきます。で他にも、ゴルフや野球なんかでよくあるイップスというような動作失調に関する、問題も出てきます。さまざまなものがあるんですが、大人になればなるほど個人差が非常に大きくなってきまして、その個人差にどう対応するかというところが重要になっていて、そのあたりも研究と実践で取り組んでいきたいというふうに考えています。この個人差や、まあ、もっと言うと状況差なんかも出てきまして、スポーツでいうと予選と決勝で全く同じことをするにもかかわらず動作が全く異なってきてしまうというようなことでパフォーマンスを崩す選手もいます。でこういったものも心理的な側面から何が問題なのかということをアプローチするようなことにも取り組んでまして、で取り組んでるんですけど、試合だけ見ると実はよくわからないこともあって、でこれは実は練習の時からかなり継続的にサポートしていく必要があるということで、今回このプロジェクトのテーマはですね、継続的に研究者を支援していただくというテーマですので、現場の方も我々研究者の方もぜひ継続的に、支援をしていただければ、大学の資源として我々がやっているようなことをうまく皆さんに還元できるんじゃないかなというふうに思っていますので、どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。この3名の先生方、学部も、3名の先生方全部違うんですけれども、子どもアスリートの健康を科学するという、まあ、テーマの中で研究していらっしゃるということで、まあ、大学支援機構としてはですね、まあ、ウェブの中でこの3人の先生方の、紹介動画を9月からアップいたしますので、詳しい研究活動等はその動画を見ていただければ、より一層、分かるかと思いますけれども、我々としても、その3人の先生方の支援が、まあ増えていくように、まあ、努力していきたいというふうに思っています。まあ、SDGs につながるテーマでもありますので、法人の方に、まあできるだけ支援していただきたいし、まあ、もちろん個人の方の支援も、大歓迎ということでございます。よろしくお願いいたします。先生方どうもありがとうございました。それではちょっと場所をこちらに移っていただいて、2番目の、鳴門板の商工会議所の皆様どうぞ。青年会議所です。失礼します。商工会議所になります。2番目の、発表案件、これはオスクールの地域貢献案件でございますけれども、まあ、これはオリン
で非常にあのバスケットボール、それからスケートボードが、一段とこう注目を浴びたわけでございますけれども、このナルクイタの青年会議所の皆様方は、バスケやスケボーの競技大会を、この秋に予定していらっしゃると。だからそれに合わせて、光のイベントも予定していらっしゃるということで、かかる費用の一部をですね、オスクールのクラウドファンディングでということで、実はこれ、もう8月から始まっておりますけれども、8月末まで、クラウドファンディングを募集しております。今日は、理事長の小林信夫様、それから副理事長の、三井翔太郎様、それから、委員長の新井裕樹様においでいただいております。それでは小林様の方からご説明よろしくお願いします。はい、改めまして、一般社団法人ナルクイタの青年会議所、理事長の小林と申します。まずは、冒頭今、出てますけど簡単に、当団体の青年会議所の、ご紹介をさせていただければと思います。まず青年会議所とは、こちらでも書かれているんですけれども、修練奉仕友情を信条とし、より良い社会づくりを目指す、全国的な団体となっております。実際は世界的にも、世界で一番大きい青年団体としてさまざまなところで活動をしておる団体となります。現状では、数値なんかはまた、見ていただければと思うんですけど、2020年度の時点で全国で約692路で回数が33,000、こちらは20年度の1月の時点のものなんですけれども、世界で最も大きな青年団体として、様々なところで活動させていただいております。次行ってください。で、当団体の概要としましては、1968年に発足いたしまして、全国で392番目に設立されましたと。で、またホームページ等々でまだ詳しい情報も載っておりますので、このあたりは、詳細等は、当団体のホームページをまた確認いただければと思っております。簡単に私のプロフィールをご紹介させていただきます。小林信夫といいまして、株式会社小林という会社の、代表をさせていただいております。職種としてはホームページ制作業となっております。現状36歳で、来月の9月に37歳となりまして、ナルトイタの青年会議所には2008年度に入会しまして、プロフィールとしましては入会して、委員長を12年にやったり15年に委員長をやったり、17、20年に副理事を登録させていただきまして、本年度、21年度に理事長職を預からせていただいております。で、青年会議所は単年度制ですので、1月から12月までの、任期となりますので、私の任期は残り12月の末までなんですけれども、この秋に、予定しております、事業の告知等々を含めまして本日お話しできればと思っております。次行ってください。本年度の基本理念としましては、リスタート、明るい未来に向けてもう一度始めようと。こちらの意味合いとしましては、昨年からのコロナによって、当団体も昨年も、予定していた事業を、形を変えながらも行いはしたんですけれども、やはりこの、リアル開催といいますか、そういったところはぜひ一度、もう一度やっていきたいといった思いで、こちらの理念を掲げさせていただいております。で、簡単に、こちらはいい、これはいいです。あ、これいいです。これまでの内容としましては、ナルトビッグ夢釣り祭りといいましての、当団体の2009年度から続く、ナルト海峡の美しい景観、私たちが誇る地域の魅力を県内が広く知っていただきたいという当初理念をもとに主催されまして、19年の開催時には1000名を超える参加応募があった、そういったイベントを、させていただいておりました。また、今年度予定しております、アルティメットフェスタインナルトの、こちら2年前にですね、2019というところで青少年育成事業として、バスケットスケートボードや e スポーツの大会を開催しまして、青少年を育成することを目的として2年前に開催させていただきました。で、こちら昨年ですね、それこそ昨年のコロナ禍の中で何ができるだろうというところで、未来足ナルトという、イルミネーション事業、外出実施が続く、コロナ禍でもできる事業を模索するというところで、希望の光を照らすことで町の活性化、地域住民との連携を強化することを目的として主催させていただきました。で、その他も、サマーキャンプやバブルサッカー、JC 野球大会等々を、これまでいろいろさせていただきました。といった、簡単な概要文となっております。で、こちらからは本題なんですけれども、このオツクルのクラウドファンディングの方にも出させていただいているんですけれども、この10月17日の方に、
アルティメットフェスタ、インナルト、並びにミダヤスナルト、ユースビーアンビシャス、こちらの、青少年育成スポーツイベントと、イルミネーション事業を、同時に企画しまして、それを広く皆様に知っていただきまして、その支援機能を募らさせていただいております。でこちらの方の、事業の方の関しての趣旨に関しましては、委員長により、ちょっと簡単にご説明させてもらえたらと思っております。先ほど、理事長の方からのお話もありましたように、今年の秋10月17日の日曜日、鳴門市のボートレース場に隣接されているウズパークという施設を使って、スポーツイベント、そしてそのスポーツイベントと同時にイルミネーションを設置して、行うイルミネーションイベントというのを同時開催する予定となっております。で内容にいたしましては、スケートボード大会で、あとは、バスケットボールの大会と、あとあのストライダーというランニングバイクって言われている乗り物があるんですけど、それの練習会っていうのを2歳から7歳の子どもたちを対象に行いたいと思います。でイルミネーションに関しましては、今のところ、設置期間が10月17日から12月25日までになってますので、全球13万球、約13万球ですかね、それで、イルミネーションの方を設置したいと思っております。で、今回このクラウドファンディングを立ち上げた時に、やはりこのコロナ禍でいろいろやっぱり難しいところっていうのが当初出てきたもので、その中の、一部の、資金を援助していただきたいという思いを込めて、立ち上げさせていただいたんですが、支援金の使途用途としましては、会場設営費およびイルミネーションの足場設置と、あと維持費等々となっております。内容といたしましては以上となります。はい、概要は先ほど、委員長の方からお伝えさせていただいたんですけれども、今回のクラウドファンディングをさらにちょっと補足とさせていただきまして、クラウドファンディングですので、ね、返礼品があるんですけれども、当団体の方でも、海産物のセット、海産物のセットであったり、ナルト金時のセットであったり、また、今回はスケボーのプロ選手ですかね、を招きする予定なんですけれども、そちらの方のサイン T シャツであったりとか、あとはこの、金額にもよるんですが、この当日はこのイルミネーションのところにこの大きなこの字型の看板を立てる予定なんですけれども、そこに、協賛看板として協賛企業の看板を設置する予定でして、そちらのところにこの名前が載るような、そういったことも考えております。また、先ほどちょっとご説明にもあったんですけれども、今回のクラウドファンディングに関しましては、8月の1日から8月の31日、で残り2週間になるんですけれども、約半月を過ぎた時点で、支援、狙っている金額30万円になるんですけれども、現状約16万円集まったというところで、残り、確か達成率が今 54% になりますので、残りの、達成この2週間で、ぜひ我々 の今回の、今回のクラウドファンディングにご理解ご協力、少しでもご共感いただける方がございましたら、ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではナルト伊丹青年会議所の皆さん、どうもありがとうございました。今日は3件目の発表アンケートでございますけれども、オースクールの、クラウドファンディングの案件でございます。徳島大学の主要サークルの皆様と、その顧問を務めておられます総合科学部地域創生の准教授の内藤直樹先生にお越しいただいています。主要サークルでさっき聞いたらメンバーは皆さん女性ということで、男性一人もいないというのはちょっと意外だったんですけれども、その女性 の、サークルの皆様方で、鳥獣被害の解決と、それとともにそのジビエのやっぱり奥深い味の魅力を知っていただきたいということで、イタリア等が本場と言われてますけれども、イノシシのサラミを、開発をされました。で、実はこれも8月6日からクラウドファンディングを始めておりまして、実は当初目標額の30万円はもうすでに
クリアしてしまったんですけれども、クラウドファンディングはさらに続けていて9月末まで、で、まあできるだけ集まったお金で、今後のさらなる活動資金にしていただきたいということで、今日出ていただいております。まあ、内藤顧問のほかに、部長の北野真帆さん、それから、宗田美里さん、向下すみれさん、本木遥香さんにご用意いただいております。それでは説明は、あ、私は、はい、はい、部長のジャクタンさん、よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは、部長の北野真帆です。今日はですね、私たち、資料サークルレディアイアクトが今取り組んでいるあのクラウドファンディングについてご説明させていただきたいと思います。簡単にですね、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私は徳島大学総合科学部の地域創生コースというコースの4年生になります。2020年度から、この部長の、この部活の部長に、なってます。研究はですね、狩猟グループの形成および、まあ、越境的なネットワーク形成に関する人類学的な研究を、まあ、今行っているところです。他にもですね、まあ、大学外の活動といたしましては、日米領事館等による、まあ、友達ライズリーダーシッププログラムというものがあるんですが、まあ、そこで関西四国、中四国地域のリーダーとして、そこでも地米に関する関心拡大と消費促進に向けた活動を行っているところです。ですね、今友達リーダーシッププログラムというものを説明させていただこうと思うんですが、まあ、簡単にこんな風にちょっと写真と一緒に説明をつけてみました。やっていることとしてはですね、主にあのイベントを開催することによって、まあ、あのジビエに関心を持っていただけるように、まあ、美味しい食べ方を紹介しているであったりとか、まあ、社会問題として、まあ、ジビエを捉えていただく機会をあの作っていこうということで、まあ、このようにあの去年からですね、あの活動をしています。ここからはですね、まあ、どうしてサラミなんやっていうところを、まあ、説明できたらなと思います。まあ、私はですね、実はあの2019年度に1年大学を休学しまして、あの飛び立て留学ジャパンという奨学金を、まあ、いただきながら、まあ、1年間食にまつわるフィールドワークを行ってきました。その中で、まあ、イタリアの北部の田舎町、まあ、ブラっていう場所ですね、そこに本拠地を置いている、まあ、美味しい、綺麗、正しいという、まあ、あのスローガンを掲げてですね、あの食持続可能な食を追求する国際 NGO である、まあ、スローフードインターナショナルというところで、ボランティアをしてきました。まあ、そこでのつながりを通じてですね、あのいろんな小規模農家の方々であったりとか、小規模なあの食品加工工場ですね、そういうところであのいろいろ学ばせていただく経験をしました。まあ、そこで一番の学びとなったのは、まあ、世界中、まあ、もちろん徳島もそうだと思うんですけれども、まあ、安易な効率や資本の理論に屈せず、おいしくなおかつ環境にもいいあの食べ物をあの作っていくっていうことに、まあ、ものすごくこう誠意を込めて取り組まれている、まあ、生産者の方々との出会いがありました。で、まあ、ジビエという文脈で言いますと、まあ、イタリアではですね、あのハンターが捕獲したイノシシの肉を、まあ、品質をちゃんと管理して、まあ、明確な基準で選別し、まあ、あのちゃんとその基準にあのクリアできた個体だけを、まあ、いい状態で、まあ、ジビエの商品として加工するというシステムが、まあ、きちんとあの整えられている、あの結構小規模な工場なんですけれども、まあ、そこでそういうシステムをあの学びました。で、ここで得た学びはですね、まあ、そういうちゃんとあの明確な基準で、選別されたイノシシ、まあ、きちんと血抜きをしたりであったりとか、きちんと誰が取って、どこで取って、いつ取ったのか、どういう個体なのかっていうことをちゃんとあの管理することができれば、まあ、イノシシ、まあ、ジビエですね、ジビエは、まあ、すごい美味しいものなんだっていうことを、まあ、イタリアで、まあ、再認識したわけなんです。で、まあ、そこでですね、あのイタリア面白かったのが、あの日本ってボタン鍋として、まあ、イノシシ食べることが多いと思うんですね。でその時って私たちってこう油の味にあの結構なんていうんですかね、興味が行きがちなのかなと思ったんですけれども、まあ、イタリアではむしろその肉、赤身の部分そのものの味を楽しむ工夫というのがいろいろなされていてですね、まあ、これを学んで、まあ、ジビエのこの旨味を
もっと皆さんにこう噛み締めていただいて楽しんでいただける商品を作ろうということで、今回、まあ、サラミを作りたいという気持ちで、この製品を作りました。で、今からですね、大学生が日本でジビエサラミを作る旅ということで、まあ、実際日本でどういうふうにいろんな方々の協力を得ながら作ったのかということを説明させていただきたいと思います。まあ、題して徳島ジビエミーツ北海道ということで、まあ、この2つの土地が出てくるんですが、まずはですね、徳島ジビエ、まあ、徳島で、食肉加工施設を、まあ、営まれていて、この方が取った、イノシシを仕入れさせていただいているんですが、山里の恵みという解体施設を経営されている、立石さんという方ですね。彼は、まあ、網走土内の山を、まあ、隅々まで本当に知り尽くした腕利きの罠漁師さんです。彼のすごいところは、まあ、季節や、まあ、その個体の性別、あとは年齢別の、まあ、ばらつきによる、まあ、個体間の特徴っていうのをきちんと把握されていて、いつどこにどういう大きさで、まあ、どの性別のイノシシが現れるのかっていうのを、まあ、すごい計算されて罠を仕掛けられています。まあ、まさにここにも書かせていただいたんですけど、イノシシ一頭一頭の顔が見えるかのようにこう罠を仕掛けていく技術というのに圧倒されて、私たちは今立石さんにお世話になっています。で、そのイノシシの肉をですね、今度は北海道に、クラボックスに詰め込んで持っていきました。というのもですね、まあ、なんで北海道なんやっていうことなんですけれども、まあ、食肉加工施設でなおかつ、まあ、ジビエを加工する、そして、まあ、学生たち この、まあ、どういうサラミを作りたいのかっていうことにこう相談に乗ってくれて、その通り再現してくれる方っていうのを見つけるのがとてもとても大変だったんですね。で、行き着いた先が、まあ、北海道というところ、この十勝地方にある浦上ミートさんというところなんですが、そこでジビエサラミを一緒に作っていただくことになりました。まあ、北海道はエゾジカで有名だと思うんですけど、あそこはイノシシがいません。なので、浦上さんも、イノシシを、まあ、加工するっていうご経験は、まあ、あまりなかったようなんですが、まあ、現物を一緒に見ながら、まあ、どういうふうな商品を、まあ、作っていけるのか、サラミといっても、まあ、お肉をどういう配合で使っていくのかとか、まあ、そういうところを、まあ、一緒に相談させていただきながら、スパイスとともに、まあ、塩漬けして、燻製して、1ヶ月かけてこのサラミが、まあ、完成ということになりました。まあ、試食してみるとですね、これが本当に頑張ってこういろんな方のご協力を得ながら作っただけあってですね、肉のうまみっていうのがすごく感じられる、まあ、私がイタリアで食べたのと同じようなサラミができたっていうこの嬉しさがですね、まず込み上げてくれるぐらい、まあ、すごい美味しいものができたので、ぜひこの美味しさを皆さんにシェアしたいと、まあ、そこがこのプロジェクトの発端です。まあ、それでですね、今回開発したサラミを、まあ、皆さんに食べてほしいということでこのクラウドやってるんですけど、まあ、この美味しさを知ってもらうとともに、まあ、それに、まあ、伴って食べる野生鳥獣マネジメントの輪に参加していただく機会を、まあ、作れたらいいなというふうに思って今クラウドをやっています。クラウドファンディングのスケジュールなんですが、先ほどご紹介いただいたように、すごいありがたいことにですね、目標金額はわずか5日で達成することができました。これは本当にたくさんの方のご支援があって、そのおかげで私たちも本当に嬉しい気持ちいっぱいなんですが、まあ、今回ですね、8月22日まで今回開発した、今季分のジビエサラミをですね販売しています。22日までです。で、今やっていることとしては、まあ、随時発送しているので、支援者の方々から、まあ、味や値段や梱包だったりとか、まあ、そういうことに関してのフィードバックを今集めているところです。で、23日から、まあ、最後9月30日まで何をするかというと、まあ、秋から冬の、まあ、量期に今生産する、まあ、別の次のサラミ、皆さんのフィードバックをいただいた上で次の商品を作るためにその予約注文を、
していただけるような、リターン品を用意するつもりです。今回ですね、集まった資金に関しては、まあ、目標金額は達成したんですが、あれはもう最低限の、製造をする費用になります。なので今皆さんがこうもっと食べていただけることによって、よりこう多種類のジビエ商品であったりとか、まあ、いろんな実験ができるので、ぜひ食べて応援していただきたいということで、皆さんのご支援をお待ちしておりますということで、これが、はい、女ばっかりなんですけど私たち狩猟サークルのメンバーになります。ご清聴ありがとうございました。はい、それではセクラのコンクモノなんですけど、一言なんで。はい、ありがとうございます。鳥獣害の問題ですね、鹿の食害とか、近年だと熊が都市部に出没したりとか問題になってますけど、そういう野生生物のマネジメントですねというのは今特に日本で日本は人口縮小社会ですが、で問題になっているところです。でそういう野生生物マネジメントの、担い手だった方々は、まあ、ハンターさんなわけですけど、このハンターさんたちはですね、現状ではこうあまり十分なですね報酬を得ていないというのが現状になっていて、その多くは税金で賄われているということになっていると思います。でこうした方々にですね、まあ、彼らは要するに環境に関わる、まあ、エッセンシャルワークをしてくださってるわけですけど、この方々に正当な報酬が税金ではなくてですね、普通の経済活動から、行くようなシステムの構築を目指して、まあ、そのうちのその一環としてジビエの商品がですね世の中にもっと流通して、今結構苦境に陥ってるんですが、ジビエを解体して野生鳥獣を解体して食肉加工をする業者さんたちにですね、あるいはハンターの方々に報酬がいくと、そうすると結構税金を投入しなくても持続可能な形で野生鳥獣マネジメントが行われる、まあ、適切な捕獲圧が常にかかるということですが、そういうことが行われるだろうという目論みで、こういうことをやっていますということですね。ぜひご支援よろしくお願いします。はい、それではこの後質疑応答に入らせていただきます。その前に今日ちょっとご紹介できなかった今現在オスクルでやっているクラウドファンディング案件について、住局秘書の小出の方から簡単にちょっと説明させていただきます。支援機構の小出です。現在オツクルでは、今紹介したジビエと鳴門青年会議所のプロジェクト、それと、高塚先生の教室のこの篠原さんっていう方が9度の研究をしたいでね、まあ、早げっていう意図するんですね。先生もお話になられました。あれの研究をしたいということで研究費を集めています。でもう一組が、社団法人命未来プロジェクトっていうものに参加している、まあ、徳島大学の学生、学部の学生さんが多いんですけれども、その子たちが、まあ、産後ストレスを減らし作る、社会っていう、まあ、プロジェクトを今やっています。それに対する、テーマで支援を募っています。以上です。オスクルはこのようにいろいろ、頑張ってらっしゃる研究者の皆さん、学生の皆さん、それから地域の活性化をいろいろやってらっしゃる方々を応援していきたいというふうに思っております。それでは